こんにちは、こんばんは、おはよう、です。今回ね、話す、内容は散々ね、経済を回そう、経済を回そうということで、まあ、買い物をね、行ったりとかしております。まあ、日常の買い物以上に、日用品の買い物以上に、買い物をするという、なんでこれがじゃあ必要なのか、でタンス預金とか ね、それ貯め込むとかっていうのは、まあ、将来のためにどうしてもこの不況でね、皆さん溜め込みがちにはなって、いくんですけども、そのタンスに入れた金とか銀行に入れた金っていうのはほとんど死に金と呼ばれるものです。 なぜなら、お金というものはこれただの、印刷物なんですね。で、1万円の価値を持っていても発揮はしないんですよ。これを使うことによって1万円の価値が生まれると、まあ、例えばね、1万円のものが売っています。じゃあこれを買うためにはどうしますって言った時に、1万円札ね、他の札では買えないですから、その1万円というプリントされている、紙幣で買い物をすることによって、初めてこの紙幣に価値が生まれて物が買えるという仕組みになるんですね。で、まあ、ちょっとまどろっこしい話をして何なんだというところで、まあ、一番わかりやすい例を挙げてみましょう。で、今ってね、デフレなわけじゃないですか。まあ、デフレというのは物がね、溢れているけど買い手が誰も買わないというね。で、これがね、インフレになるとバブルの頃みたいな形で、みんなが買いたい買いたい買いたい、だけど物がない、で物が高くなっても売れる。だから前のマスクの騒動思い出してください。マスク騒動がまさにあれインフレなんですね。あの部分だけインフレということで、ちょっと高くても、今まで以上には値段が上がってても、みんなコロナの、ね、影響で買ったわけじゃないですか。で、マスクがないって言って、ね、下手したらトイレットペーパーまでね、デマが流れて、トイレットペーパーも不足しますよということで、トイレットペーパーもあれインフレになったんですよ。物が足んなくなっちゃったということで。で、今まあ、インフレデフレというと、どちらかというと世界全体は工業製品だとか材料だとか車の部品とか、そういうのはインフレが来てます。で、他のものはデフレなわけですよ。だから売れるものと売れないものの二極化が今差が激しくなっているということです。だからいろんなものをまず買うことによって初めて経済が回って、誰かが使ったお金、誰かが借金した金というのが、他の誰かの収入になるわけです。だからそれを繰り返してるわけです、我々の生活というのは。単純な仕組みなんですよ。で、これを止めるとなると、結局金を使わなくなる、物を買わなくなる、物が余る。で、いやでも日本の企業はね、まあ、勤勉な民族ですから、やたら新製品を買ったりとか、改良品を、ね、考えたりとか、ね、パッケージを変えたりだとかっていう、なんかいろいろやっちゃったりするわけですよ。まあ、経済を動かすためにやっていると。ただいろいろやったとしても全然物が売れないわけじゃないですか今。で、じゃあ何が起こるかっていうと、負の連鎖が起こるって、これなぜかというと、例えば、こういうものがね、1個あるとします。で、これが世の中にいっぱい出回りました。だけど買う人がいません。で、そうなると、じゃあこの値段では買わない売れないんであれば、値段をダンピングするわけです。下げるわけですよ。で、下げてって例えば1万円のもので、これが、5000円でじゃあ販売しましょう。そしたら売れるようになりました。でもまだまだ売れるにはもうちょっと欲しいなってことで、3000円にしました。あとプレゼント付きね、こういう何かプレゼントっていうか、おまけがついてきますよ、でセットで3000円とかやるわけですよ。じゃあそうなってくると何が起こるかっていうと、この製品を作っている会社ね、働いてる方いますよね、従業員とか。で、ここがまず値段が下がることによって利益が下がる。で、この会社全体の利益が下がるわけですから、給料が下がるわけですよ。これだけじゃないですよ。こういうものだけじゃなくて、全部のものが、いろんなものが世の中、ものがあるわけじゃないですか。その経済活動を今止めている状況になるわけですよ。買わないということは。買わないという選択肢をするということは、ものを買わない、経済活動を止めるっていうイコールなんですね。ということは、全然売れないから、ここで働いている従業員たちに、この結果的にコストダウンね、これ、ね、値段を下げたっていうね、コストダウンじゃねえか。値段を下げたという形になると、利益が少なくなる、給料も増えない、下手したら減給になったりボーナスが出ないって話になるわけじゃないですか。そうするとみんながこれで
同じ状況ですか、皆さんもどちらかに勤められて物をな誰かが売って直接の営業とかではなくてね、皆さんねいろんなところで働いていると思いますけども、結局皆さんの会社というのは何か物を売って金を得てるわけですよ、利益を得て、で初めて従業員にそして給料が払えると、そして株主にね、まあ一番は株主がいっぱい取ってるんだけど、まあそれは言っちゃうとまた別の動画になっちゃうんで、まあ別の機会に話そうかなと思いますけども、まあこうやって経済活動を動かすのが大事ですよと、止めることによってみんなが貧しくなっていく、それでデフレが起きるというね、だからずっとデフレスパイラルでこの25年ぐらいになるのかな、あの不況というものが呼ばれてね、まあその中で生まれてきた方たちは何が不況なのってハテナマークになるわけですけども、あの動画でもいろいろネットでも出てます、バブル時代っていうのをあの引いてもらえれば、どれだけ華やかな時代だったか、そしてどれだけ高いね、物が高くても売れてたわけ、飛ぶように売れてたわけです、ブランド品の服だとかゴルフの会員権なんかが今の会員権の値段よりも高値で売れたりとか、別荘が売れたり、不動産ですね、家を皆さん買ったりと、そしてローンを、住宅ローンを組む、高い金額でも返せるからどんどん組むわけですよ、でどんどんローンを組んでいく、物を買うことによって、でもまた誰かがそのね、物を買うから誰かが儲かって、またその人が物を買うっていう、こう、まあ、正の負スパイラルになるわけですね、負のスパイラルじゃなくて、いい方の、スパイラルが生まれて、バブルというのがねどん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 良くなっていったというところで、でまあ、意図的にあれはねいろんな背景があって、誰かがはじけさしたんじゃないかということ、まあそれはまた別の誰か動画の、ね、専門家の動画で見ていただければと思いますけども、まあそこなんですよ、だからいろいろ買いましょうよと、ちょっとのことでもいいんです、100均に毎日行って、ね、まあ、毎週ね1000円いくら買ったって4週でだって4000何本とか5000円とか結構使うわけじゃないですか、でそこの100均のところが儲かれば、またそこに働いてるパートさんも儲かるから、結局おかずがねいつもよりも品数が多く買えたりするわけじゃないですか、で結果的に経済が回っていくわけ、みんなが豊かになっていくということになるわけです。で逆に買わないという選択で、まあいいんですよ、それ自分のことしか結局考えてないっていうのもありますけれども、自分の生活が不安だから貯めるとか言ったって、結局人間っていつ死ぬかわからないんで、金はね、金は墓場まで棺桶の中まで持っていけませんので、ある程度やっぱり使いまくって、ある程度あのね自分にも還元されてくるというところがありますん で、あと自分が生きてる間に豊かな人生を送らないと、いつじゃ豊かな人生を送るの、何のために生きてきたのっていうところにちょっとつながるんじゃないかなというふうに思います。これはあくまで俺の意見です、皆さんそれぞれ違う意見ってあると思いますけども、まあ、あくまでもブログ動画なんで、今日はちょっと思ったことを話したというところですね。だから経済活動を回すことね、お金を使うことは経済を回すことになりますよ、大切なことですよ、そして皆さんがあの潤っていくという形、いい方向に進むのはまず経済を動かすということをが大事と、これバカな俺でも分かってるんですから、もう皆さんもとっくに気づいてるはずです。だからあのなんだろう、買い控えだとか、まあ、節約っていうのも、まあ、一部大事なんですけども、まあ、ある程度使いましょうねというところですね。だからいろいろ自分も趣味やったり遊び行ったりしてるわけじゃないですか、でそこへ金を落としていく、遊び行った先で、ね、何かを買ってまた金を落とすという形でやっております。まああまりね金たまんないですけども、こんなもんしょうがないですよ、もうね墓場まであの金は持っていけませんので、まあ多少ねこの、まあ、豊かに、過ごしていく、楽しく、やっぱり一番は自分の人生楽しく過ごしていく、一度きりの人生なので、あの後悔あまり少ないようにね、後悔なくすことは難しいと思いますんで、あの後悔少なく生きていくということをやって、経済活動を豊かにする、そして自分も豊かになっていく、ものは今だから日本じゃ全然ねだから売れないから、企業も海外へ今売ったりしてるわけですよ。でじゃあ何が今起きてるかって、工業製品に関しては電子部品だとかあの材料ですね、まあ、鉄でも何でも鉄類とかね、そういう方の材料も今他へ持ってかれちゃってるんですよ、まあ、中国へ持ってかれちゃったりとか、まあ、そっちで作って あの人たちもやっぱり作って売って金を稼ぐっていう基本姿勢がありますんで、今買い占めが始まってます。だから材料の世界とかその辺ね、工業製品とか
まあ、多分勤めてる方は分かると思うんですけども、今、リードタイムと呼ばれるもの、発注して手元に物が届くまでに意外と時間かかったりとかね、なんか基盤系だとか、あとは、鉄関係とかね、非鉄もそうですけども、サスとかね、ステンレスとか、そういうあの辺もそうだしっていうところで一部入りにくくなっております。であと自動車部品、自動車メーカーがこぞって結局生産止めることは死活問題になりますんで、そこへ全部持ってかれて、材料屋さんも、まあ、結局、まあ、製鉄するところから中間業者がいるわけですよ。でそこも大口のところを優先に今持ってってるものをね、売ってるんで、だからちょっとしか買わないところなんか今相手にされなくなってきつつあるんですね、一部の材料で。でそれが多分今度顕著に現れてきて、まあ、本当に製造業、日本って製造業の仕事が多いんですよ。自分も製造業やってますけれども、でそこのまあ、ね、金とかも見てる部分の部署になるんで、よく今分かると。で痛感してて、今メーカーさんの方からこの部材は遅れますよ、こういうことが今起きてますよ、で向こうでコロナがやっぱり外国で作ってるもの、それを仕入れてね、まあ、材料仕入れてこっち日本で作るっていう形、あとは組み立てた部品を海外に組み立てを依頼して、それが戻ってきて組まれて安く作れるということを今多くの製造工場ではやってますんで、これがネックになっているんですね。だから海外ある程度依存してるとかやばいかもしれないですね。だから半導体が今入ってこないっていうねところがありますんで、で半導体そんなに今俺がいる会社は、必要とはそんなしてないってあれですけども、多分材料はやっぱり持ってかれちゃって、車メーカーの方に今持ってかれちゃってるんで、今入ってこないよと。なんだろう、大量にこれ買おうと思ったんだけど、実はじゃあ少ししか入ってこないとか、うちではこれしか今もらえてませんとかっていうのがあったりしますって。まあ、俺の担当外のところなんで、まあ、今大変だなとか思って見てるんですけど、まあ、そのうちそうやって小さいメーカーさんとかに波及していって、取引先ってね、大小いろいろありますから、ね、ここが入らないって言ったらこっちから入るけどって言ったら今度こっちも入らなくなるとか、いろいろこう弊害がまあ出てくるのかなという、すごい今真面目な話してるでしょ本当に皆さんちょっとためになるようなお話で、でまあいろいろまあね、ガソリンとかも上がってますから、まあ石油油関係とか、だから身近なね生活必需品に今度跳ね返ってくるわけです。まあだから値上げ、実はだから4月から値上げが始まってるんですね。食料品だとかサラダ油とか、ああいうところとかいろいろと今上がってますんで、だ買い物してる主婦の皆さんは多分痛感してると思いますね。で車乗られてる方はガソリンが今ちょっとずっと上がってきてるなというところ でだから何がじゃあ儲かってるかと、みんな物って投機なわけじゃないですか。で結果的に株主とかそういう、ね、投資家が今儲かってるんですね。で投資家のところで黒字とか今景気がいいよって言ってても、庶民の人にはそんな話は何のこっちゃというところで、結果的に値上がりばっかりしたものを買わされていて、消費税もね上がった、この間上がったわけじゃないですか。だから全然年収的にその収入がだから減ってるわけですよ。だから年々減ってってるんですね。これ日本だけですからね、こういうのは。他の海外はじゃあなんで海外が物を売れるかって言ったら、海外はその20年間このね、日本が20何年デフレで貧乏してるわけじゃないですか。で皆さんの平均年収もまあ平均すると上がってる人は上がってるけど、上がってない人が多いわけですよ。で他の海外行くと、もう日本円に換算すると10万20万はもう当たり前に上がってて、100万単位で違うところがあるんだから、なんかね確かね、ね、そこのね上がり具合が、だからあっという間になんかこう豊かな国たちが今実は、ね、他の外国は豊かであって、まあ、コロナでちょっと打撃受けましたけども、結果的にだから海外の方が儲かるんで、今国内ターゲットにし、ね、国内をシェアをしてるね、広くシェアを持ってる方とかも売れてないんですよ、会社がね。だから今大企業もリストラだからしてるんですよ。国内の人間に払う人件費も少なくなってきてるんで、国内が売れないからです。で海外と取引、ね、してるところは海外の需要が確か伸びてるはずですね。まあ物によりますけどね、自分がいるところは伸びてます、逆に海外。ただそのコロナで物が作れないとかね、閉鎖しちゃってるとかね、止まってるとかっていうところがあるんで、そこで物が入らないよっていうのがあったり、あと材料が自動車部品関係に今流れていっちゃってるという
優先的に大口のところへ捉えてしまっているということが起きてます、はい、大変です。だから皆さんで経済を回しましょうという今日真面目なお話でした。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ、ね。